いいえ、アメコズです。本日の企画、はい。あ、ドライブVlog ということで。はいはいはい。念願の Vlog ですね。まあ最近路上喫煙とか、まあそういう企画でちょっとね、まあ疲れてはいるんでね。久しぶりにちょっとゆったりとした企画撮っていこうかなと思うんですけど。本来はアメコズこういう YouTuber です。そうそうそう。こういうのやっていきたいですね。まあ画面の前のみんなも、あれと思ってるかもしれないんですけど、別にここ地雷ないです。やっぱ気になるのかな。気になんじゃない、やっぱり。あ、これはね、原付き運転してる時に、まあ、あることから左にガーンスリップして、はい、ゾーンってバーンってボーンって、そんなにグワーなった時に、いやいや、チャラジニアになるんだけど、そんなんじゃないでしょガーンでしょ。何がすごいって、頬骨しか怪我してない。いや、そうだよな。ちゃんとそこにさ、引っかかってくれてるからさ、他の部分は武器だ。一応俺と思ったらさ、ハンマーヘッドシャークでやらせてもらってる。出てるんだよ。初めてなんかね、いい方向に傾いた。あ、そうだね。どんなに頑張ってもそこ当たっちゃうんじゃない。でもさ、フルフェイスのヘルメットつけてさ、そこだけ。でも出てたんだ、フルフェイスのヘルメットで出てたんじゃない。出てたんだよ。おかしいもんな、頭だけあるっていうのが一応。本日、行く場所が、御殿場アウトレット。あ、いいね。はい。アウトレット行きたいね。カメラ回しながら服買って、美味しいご飯食べて、夜は箱根の温泉入って。いいですね。帰ろうという。いいですね。じゃあ行きましょう。行きましょう。ドライブブンブン。ヤマト君と焼き肉行ったよ。おお、その流れについて話したいよな。焼き肉うますぎたしな。あ、うまかった、マジでうまかった。初めて食ったんだよ、ベーシー。あ、マジで人生で一番うまいが、初めてネタじゃなくて言えたんだよ。あの、まさきにさ、牛タン、これあの一番高いやつください。食いすぎるから、それ使ったことないんだよね、元だから。あ、しかも、まあありがたいことで褒めていただいて、いい質な感じ。言っちゃいけないことを言うのも面白かった。そう、ちょっと不謹慎な感じとか、それが意外となんかね、この時代にないらしいですね。1年 A 組のお笑いってこんなもんじゃん。学年で一番なんか平均点が高いんだけど、めちゃくちゃ問題児クラスでみたいな。そうそうそう。大人に嫌われるんだよね、やっぱり。こういう、あ、そういうの大人嫌われるよ、本当に。生意気だから、うん、ずるいんだよね、俺らって。危ない。危なかったな。いや、お前平成はそうだよ。ああ、今一番やばいかなって思ったの。いや、あれね、6時まで行ける。6時、お前ここで開くんだ。6時、ここで開く。それとはね、あれ、ぶつかってる。55でここだもん。ここね、お前、男気キャラならどっちなんだよ。めめしいな。めめしいよ。めめしいよ。さあ、俺、ジョイキンやろ。俺もね、正義にサインもらって。いや、お母さんにさ、書いた本人さ、メッセージでさ、あなた、あなたさんは才能があります。安心して応援してあげてくださいみたいな。かっこいい。かっこいいな。めちゃくちゃかっこいい。お母さんなんか気分したじゃん。乙女な顔してたもんな。女の顔してたもん。熱だったもんな。なんかビールこぼしてさ、肉にさ、ビールかかったわけよ。ジュワーってピー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 って警報鳴ってさ、火止まったもん。信じられないみたいな感じで。で、なんか店員さん呼んでさ、すいませんってさ、こぼしちゃったんでとか言うのかと思ったらさ、すいません。生一つで。そっちやろ。先注文すんだ。注文すんだって。絶対先拭いてくださいの方。タオルもらっていいですか。海老名。ハッピーデイ。海老名。面白くない動き。いや、面白くない動きはしてほしくないかも。おお、面白くなかった。思いのが面白くない。面白くない動きしたか。面白いと思ってそれ見てたわ今。普通にうまそう。俺、世界チャンプはダメだよ。平和みたいな。いや、俺、よりですよ。日本以外嫌いなんだよ。いや、あんま良くないよ。人種差別的なの。二段勝ち、この通りでまず変わらない。いいよ。最初はグー、じゃけんぽん。はい、それ、スン。はい、いい、いい、いい。最初はグー、じゃけんぽん。あ、お前、食わないといけないみたいな。ちっちゃいの。一口サイズだよ。もう一口で食わないといけないもん。かわいいお前。どうしたお前、肉までいけてないじゃん。肉までいけてないよ。めっちゃ美味しい。一口もらったわけに。一口食えなかったからね。終わりにしようって。一口だけだったらいい。一口もらう。一口だけだったらいい。一口だけだったらいい。一口だけだったらいい。くだらねえ。一口
対して一口ちょうだいの合ってる。逆に食い切ってくれなかったらおかしい。そうだね、なぜこれおかしい。3口だとおかしいもん、ね、一口肉も一口あげたんだお前。うわ、じゃあ最悪や。一番高いタンってどれ。一番高いタン。肉は値段一緒です。あ、値段一緒ですか。はい、豚タンでお願いします。豚タンを一本。はい、いただきます。昨日の山田くんで食べたやつの3分の1ぐらいうまい。ホクホクもうまい。ヤンゴン買ったらここ一番でかいのあげるよ。おお、大将軍ヤンくん、おい、食っちゃった。ほんとだ、マジで。なんかさ、おっちょこちょいだわ、こいつ。ちょっと、すいません、ごめんなさい。どうだよ、お前。どうだよ、お前。珍しい。お前横だから。すいません食えないやつ。マジックの剣刺すやつ。来ました、到着。ありがとうございます。てか、雨降りそうやな。雨降りそうだ。こっち見て。こっち見て、あ、珍しい。アフリックストアあるよ。行きます。そうや。そうなんか椅子に座んないであげてる優しさなのか優しさじゃないのか分かんないわ。私なんか長かったから待ってる。ああ、いや、ケニーがせっかくその盛り上がって今服決めてたからさ。あ、意外といい。ああ、なあ、いいのなかったわ。あまりにもなかった。フェンディのアルコールつけたの。フェンディのアルコールつけたの。はい、うまそうやね。何？スペシャルサーモンボディ、シンガポールライス。いいね、健康的。でもご飯大盛り。あ、いいやん。いいな。いいですね。マジ。ルーベ。確かにアセアの匂いするわ。ヨルズもいいね。なんかあの美術の終わりの後のバケツみたいな。なあ。あ、ラーメンっぽいの？ラーメンっぽいね。ラーメンです。まだラーメン好きキャラって。あ。まだラーメン好きキャラ。キャラじゃない。今ちょっとね、あの動画を上げてたらね、一気に暗くなってしまいましたね。僕はちょっとモットダはナイキを見てて、ケニーはこちらね、アイスレイ。はい、おお。買いました。アウトレットで戦えるのはこの辺りでした。おいくらですか。3万円。いや、ありがとうございます。で、あと10分なんで、はい、あなたたち2人もあの最後個人戦してください。行きますか。検証の方行きます。行きましょう。あと10分。いや逆なの。雨だから走んなきゃ。え YouTube とかは、じゃあごめん、 YouTube ね、 YouTube どっちか集まるとか。あ、そう、 YouTube だ。そうそうそう。2分 BM 2分 BM スタート。欲しがってたのはそこだ。あ、ヨルゾン見てる。残り時間7分。そうでしょ。もう一個上だっけ。え、いや、建造上下じゃない。正直一番最後に行ったのに。ちゃんと階段降りる。お前事故んの。ちょっと行け。マジ蹴って。もう行かんの。こっちから俺たち行く。離脱ね、これ。うわ、本当にぴったり。あ、すげえ。そんなちょっとの猶予とかないんだ。なんか一気になんかこう感じ始めたもん。10秒もしない間に御殿場アウトレットが終わりましたね。マジここ全部今しました。あ、すごい堂々と歩いてます。持ってません。とモトラを見るか。そうだ、ね、モトラはどうなってるか分かんない。 いますね。最後に1点でも多く取ろうっていうなんかガメッツさが見えますよね。ガチエラミしてる。何だ。今気づいたね。自分ガチで探しましたっていう。いや、持ってるじゃないですか。ヨルズン機能置いてあるあれの大きいバージョン。
ハイブランド全部さ、全体中さ、レンタルボロボロになってさ、ナイキだけは生きれるなって感じでさ、俺もこっち勝負なみたいな感じで、いろいろ見てた感じがさ、すごい痛かった。マジ？踊りましょうか。行こうか。はい、踊りましょう。何それ。先生、カモンベイビー、レッツゴー。どれ欲しい？あ、俺じゃあスイッチ。スイッチ。スイッチ意味ない。じゃあ三つ取りね。ありがとうね。ん？それ設定か今日。行こっか。なんかばあ。ああ、そうそうそう。乾杯。出ました。決まりましたね。サウナの整ってる時にさ、お前すぐ話そうとするじゃん。あれってその静かに一人で内なるものじゃないけど、一人でいるもん。あ、俺そういうの習ってない。ケニーがなんか頭真っ白だったら大丈夫かなと思って、頭真っ白とか気持ちいいのとか聞きたくなっちゃう。優しさじゃないか。あ、だったら結構壁作っちゃったじゃん。壁作っちゃったじゃなくて、いや、サウナだから。で、普通にここは神経が刺激されて、僕が感じる分にされてて、頭から刺激されて気持ちいいよって言ってた。ブローブにそんな長い話聞けないわ。でも幸せすぎてよく分かってない。温泉めっちゃ気持ちよかった。なんか僕はアメコさんこういう食べるんですか。こういうのやっていいですか。こういうことだよ。渋谷行ってんだ。明日渋谷行ってんだ。たまにはこういうの大事です。大事じゃない。頑張っていきましょう。ありがとうございます。